はい。三福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。三福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 公認心理師、試験対策合格講座の16回目となります。今日はですね、教育現場の心理支援32ということでやっていきたいと思います。試験対策合格講座の16です。教育現場の心理支援32です。1番です。いじめの定義や相談体制の整備、いじめ防止対策組織等について明記されている 2013年、平成25年に制定された法律は何でしょうかいじめ防止対策推進法ですね。これ、あの、基本ですのでね、覚えておいてください。いじめの定義とかですね、相談体制の整備といったことを明記されているものです。2番です。いじめは心理的または物理的な影響を児童に与える行為でありますが、 インターネットを通じて行われるものも該当するでしょうか該当するんですね。まあ、含まれるということになります。昨今ではですね、インターネットを通じてのいじめというのが結構大きな問題となってますね。3番です。いじめの起こった場所は学校内に限られるでしょうか学校の内外を問わないということになります。4番です。 いじめ防止対策推進法の第5条から第8条は何について明記されているでしょうか国、地方公共団体、学校設置者、学校、教職員のいじめの防止等の対策の責務について明記されていることになります。5番です。いじめ防止対策推進法の第9条は何について明記されているでしょうか 児童等がいじめを行うことがないように保護者が指導することですね。そういったことが大9条に明記されているということになります。6番です。いじめ防止対策推進法では地方公共団体は学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察、その他の関係者により法制される何を置くことができるでしょうか いじめ問題対策連絡協議会ですね。これが地方公共団体が置くということですね。7番です。いじめの重大事態。いじめ防止対策推進法からのまあ重大事態を2つ答えましょう。はい、1つがですね、いじめにより児童等の生命、心身または財産に 重大な被害が生じた疑いがあると認めるときですね、えー。生命、心身、財産、重大事態と言います。それとですね、いじめにより、児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときですね。不登校、重大事態と言いますね。この二つがですね、いじめの重大事態の二つと言えます。八番です。 いじめの重大事態への対応として、基本的な姿勢を二つ答えましょう。事実関係が確定した段階で対応を取るのではなく、疑いが生じた段階で調査をするということが、まあ一つの基本的な姿勢。そしてですね、いじめられて重大事態に落ち、えー、至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生したもの、 として、報告、調査等に当たるということ。これが二つ目の基本的な姿勢となります。9番です。文部科学省の令和2年度の調査によると、いじめの認知件数で、最も件数が多い学年は何年生でしょうか小学2年生なんですね。あの、小学2年生という、まあ、学年が、いじめの認知件数。 ですね。それが一番多いということですね。10番です。いじめの背景として学校空間で子供らの間に自然発生するものを何というでしょうかスクールカーストですね。身分制度になぞらえた序列のことですね。11番です。学年が上がるにつれて増加傾向が見られるものは何でしょうか ネットでの誹謗中傷となります。まあ、先ほども言いましたけれども、最近はインターネットや SNS でのまあいじめというのが増加しているんですね。で,ですが、まあ、あの、学年が上がるにつれて、このネットでの誹謗中傷の増加がまあよく見られるよということになります。12番です。いじめの発見で多い順に4つ答えましょう。はい、1位がですね、 アンケート調査での発見、54.2%。そして、本人からの訴えですね、17.8%。で、学級担任が発見、これが10.4%。当該児童生徒、本人の保護者からの訴え、これが10.2%となります。まあ、アンケート調査での発見というのが半数以上なんでね、一番多いんですが、 ま、あその、それ以下ですね。それは本人からの訴えや、学級担任が発見、えー、当該児童生徒の保護者からの訴えと続きます。13番です。文部科学省が不登校とする定義は、年間に連続または断続して何日以上欠席したものとしているでしょうか。病気や経済的理由を除くです。30日以上。 なんですね。不登校とする定義は年間に30日以上を欠席したものとなります。14番です。文部科学省は不登校をどのようにまとめているでしょうかどの生徒にも起こりうるということが文部科学省は不登校の定義というかまとめとしています。15番です。文部科学省は不登校を一律に問題行動と捉え、 単に登校できることを解決とせずに、どうすることが求められるとしているでしょうか児童生徒の状況に応じて、個別の対応を検討することが求められるとしています。16番です。令和元年度文部科学省の調査では、小中学校における不登校数は何人に達しており、 どの学年が一番多くなっているでしょうか ?18 万人に達しているんですね。そして、中学3年生が一番多いとなっております、まあ。小中学校における不登校数は18万人なんですね。令和元年度ですが18万人に達していて、えー、その中でも中学3年生が一番不登校が多いということですね。17番です。 不登校の原因としては何があるでしょうか ?5 つ答えましょう。はい。いじめを除く友人関係をめぐる問題。不安。学業不振。貧困問題。ネグレクトとあります。まあ、不登校はですね。まあ、いじめもまあ関係なくはないんですが、 それよりもですね、学業不振であったり、まあ家の貧困問題であったり、ネグレクトであったり、そういった問題、まあいろんな問題が絡んで、えー、不登校となるということですね。18番です。2017年、平成29年に不登校の子供に学校外での多様な学びの場を提供することを目的とした何という法律が施行されたでしょうか。教育機会確保法。 というものが施行されました。19番です。教育機会確保法は、これまで学校復帰を前提としていた不登校対策を転換し、どうするようにしたでしょうかフリースクールなど、学校外での学習の機会を確保することを国や自治体の責務としたんですね。これ結構画期的ですよね。 今までは不登校対策を学校復帰ということが前提だったんですが、そうではなくてですね、フリースクールなどの学校外での学習の機会を確保することを国であったり自治体の責務としたんですね。これ覚えておいてください。20番です。子供の自殺対策として近年では人目につかない SNS に 自殺願望を投稿する人も少なくないことからどんな対策が取られているでしょうか。都道府県教育委員会等ではネットパトロールを強化するなど危機を未然に防ぐための取り組みを実施しているんですね。21番です。自殺した子供の置かれていた状況を4つ答えましょう。2019年令和元年調査のものです。 はい。一つが、家庭の不和ですね。10.4%。で、それと、父母等の叱責ですね。9.8%。進路問題が10.115%。そしてですね、不明というのがあるんですね。この遺書など書き置きがないというのが59.3%ということになります。まあ、自殺した子供の置かれていた状況では、 え、不明なんですね。まあ、遺書などがないということが、まあ、6割ぐらいあるということ。これが圧倒的に多いんですね。その他が家庭の不和や、父母等からの執筆、進路問題となっています。22番です。2017年、平成29年に閣議決定された自殺総合対策大綱で挙げられたものの中で、昨今の生活状況において特徴的なものを答えましょう。 SNS の出し方に関する教育の推進ですね。23番です。SNS を用いた相談の拡大として、近年では何を用いた相談への需要が高まっているでしょうか ?LINE を用いた相談ですね。まあ、SNS といってもいろいろありますが、えー、LINE を用いた相談への需要が近年ではかなり高まっているということになります。 24番です。文部科学省令和元年度調査では、小中高等学校における暴力行為の発生件数はどのような傾向にあるでしょうか増加傾向にあるんですね。これはですね、まあちょっと覚えておいてほしいんですが、えー、令和元年度調査なんでまだ、まあ最近ですよね。最近は小中高等学校における暴力行為の発生件数は増加傾向にあるということなんですね。 25番です。児童生徒の出席停止については、学校教育法に定められており、出席停止は本人の懲戒という観点からではなく、どのような観点から設けられているでしょうか学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から、えー、出席停止は設けられているということですね。 紹介という観点ではないということを覚えておいてください。26番です。出席停止は児童生徒本人ではなく誰に対して命じるものとされているでしょうか保護者ですね。本人ではなく保護者に対して出席停止を、は、あの、命じているということですね。27番です。出席停止を命ずる場合は、あらかじめ何をしないといけないでしょうか 二つ答えましょう。はい。保護者の意見を聴取するとともに、理由、期間を記載した文書を交付しないといけないとなりますね。二十八番です。学業不振は不登校や非行などの問題につながることもあるため、本人の状況に応じて家族、友人、学校など環境面のサポートも視野に入れながら、 何による包括的支援が重要でしょうかチーム、学校ですね。29番です。知能指数は高いが、学力が向上しないなど、標準学力調査と偏差、知能指数を比較して校の、校舎の数値に比べて示す学力が低いものを何というでしょうかアンダーアチーバー と言います。まあ、偏差値の指数が、まあ、あのー、高いんですが、それに比べて、ええー、まあ、表している、示している学力が低い、というのもあるんですね。それのことを、アンダーアチーバーと言います。30番です。アンダーアチーバーが続くと、自己評価の低下、問題行動、自暴自棄などにつながる場合もあるため、まずは何が重要でしょうか 個々の子供の状況を丁寧に観察することが重要となります。31番です。2019年、令和元年、学校現場でのいじめや虐待に対して法律の専門家である弁護士が対応できるように文部科学省はどんな方針を取ったでしょうかスクールロイヤーと呼ばれる専門の弁護士を全国に 約300人配置するという方針を文科省は取ったということになりますね。32番です。スクールロイヤーは各地の教育事務所などに拠点を置き、いじめの防止、教員の公務の効率化、負担軽減を目指し、どんな対応をするでしょうか ?3 つ答えましょう。はい、つが法的側面からのいじめの予防教育。それと、 学校における法的相談への対応。そして三つ目が法令に基づく対応の徹底ですね。この三つがですね、スクールロイヤーが対応する三つのものとなりますね。ちょっと押さえておいてください。はい、今回ですね、試験対策として教育現場の心理支援32を解説しています。 教育現場での心理面の支援ワードですね。これを一問一答で32個作っています。まあ、いじめとかですね、引きこもりとか、また児童の自殺とかですね、結構、まあ、あのー、教育現場での問題ですね。心理支援の問題はかなり多いですね。で、年々複雑になってきています。まあ、最近では SNS であったり、インターネットを通じた、まあ、いじめといったものも多くなってきてますのでね、まあ、試験にも必ず出ると思います。 はい、えー。何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね。生活のちょっとした隙間時間、空いた時間、えー、通勤、通学の時間、夜寝る前の30分や朝起きた後の20分や30分でもいいのでね、えー。毎日少しずつでも、まあ、見る、聞くをやってですね。しっかりと知識を定着させてください。はい。公認紳士の試験対策動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。